どうも、サッカー小僧の沼田駅です。よろしくお願いします。まあ、今日はちょっと新しい画角で取り組んでいこうと思うんですけど、今日も冬の移籍について話していきたいと思います。今回のテーマはですね、 J2 の移籍ということで、これまで J1 の移籍予想、そして J2 から J1 へとステップアップしそうな選手を紹介してきましたけど、今回はステップアップして抜けたチーム、 J2 から J1 へと引き抜きにあったチームへの移籍を予想していきたいと思います。では早速いきましょう。どうぞ。早速1人目ですが、愛媛 FC から背番号10番藤本義樹選手です。持ち味である前への推進力とスピードで相手ディフェンダーを切り裂くストライカーなんですけど、今年残り2試合を残してキャリアハイとなる10得点を挙げています。クラブは J3 降格の危機という状況ではありますが、まずは愛媛の J2 残留のために全力で戦ってほしいなと思います。そんな中、この冬の移籍予想としてはアルビレックス新潟が有力かなと予想します。アルベルト監督が退任ということで、噂では FC 東京の監督を率いるんじゃないかなと言われているんですけど、そちらに何人か新潟の選手が抜けるだろうなというところで、谷口選手が一緒に行きそうな気もするので、その前線のストライカーとして藤本選手どうなのかなと思います。ただ、新潟としては、予算的にも十分余裕があるかなと思うので、外国人ストライカーの補強もあるかもしれないので、分からないですが、谷口選手の穴埋めを誰がするのか非常に楽しみなところであります。あと一つはですね、意外なところでいくと J1 への移籍っていうのも全然あるかなと思ってるので、地元愛媛を離れるのか、それとも他クラブへ移籍するのか注目したいところです。2人目は栃木 SC から背番号33番黒崎隼人選手です。昨年栃木で出場機会をつかみ、 J1 大分へと移籍を果たした右サイドバックを主戦場とする選手ですが、大分では5試合の出場に終わり、この夏再び栃木へと帰ってきました。豊富な運動量と高い技術で右サイドを支配する黒崎選手のこの冬の動向に注目していて、レンタルで栃木に帰ってきてるっていうのもあるので、大分が J2 降格ということで戻るっていうのが一番可能性としては高いかもしれないんですが、黒崎選手は栃木の育成出身ということもあって、このまま完全移籍になる可能性もありえます。ただ右サイドバックを欲しいクラブっていうのはあると思ってて、一つは前熊選手が抜けるかもしれないウィファーレン長崎が挙げられます。タイプは違いますが、サイドバックの補強っていうのは必要になってくると思われてて、他にも岡山の川野選手もあるかなと思っています。黒崎選手、この冬大分へ戻るのか、栃木愛を示すのか、それとも違うクラブへ移籍するのか注目したいところです。3人目はですね、 SC 相模原から背番号18番白井達也選手です。昨年 J3 で24試合に出場し、相模原初の J2 昇格に貢献した24歳の選手で、今年もコンスタントに試合に出場すると、高木監督に代わった後はスタメンで多くの試合に出場しています。最終ラインでの落ち着きもあり、監督の求めるビルドアップも積極的にできる選手なので、この冬に声がかかってもおかしくないんじゃないかなと予想します。個人的には J2 での移籍を予想していて、そのクラブは藤本選手と同じくアルビレックス新潟が挙げられます。新潟のセンターバックといえばマイケル・ジェームズ選手と千葉選手、鉄板の2センターバックなんですけど、マイケル・ジェームズ選手は来年で34歳、そして千葉選手に関しては来年で37歳ということで、そろそろ世代交代を図らないといけないポジションかなと思います。監督も変わるということで、ポゼッション軸としたサッカーが続くのかどうかわからないですけど、白井選手が新潟の肩にはまれば非常に面白いんじゃないかなと僕は思います。ただ藤本選手と同じく新潟としては予算もあり、来季 J1 昇格というのを目標に掲げている中で、 J1 からセンターバックを引っ張ってくる可能性もあるので、ここは非常に注目なところかなと思います。そして4人目はレノファ山口から背番号44番石川博人選手です。2017年にサガン鳥栖アンダー18からトップチームへと昇格し、昨年は J3 ロアッソ熊本へレンタル移籍し、34試合に出場、1得点8アシストと昇格を逃したものの結果を残しました。そして今年からレノファ山口へと完全移籍で加入し、ここまでリーグ戦38試合に出場しています。左ウィングバックが本職の選手なんですけど、今年は3バックを務めることもありました。個人的に思うのは、いずれは鳥栖に帰って活躍するというのが感じられますし、
このまま出場し続けていれば全然ありえるんじゃないかなと思います。そんな石川選手をリストに挙げているチームはあると思うので、まあ、この冬サイドの人材が不足しそうなヴァンフォーレ甲府などが挙げられます。須貝選手、荒木選手、そして関口選手と J1 から声かかっててもおかしくないような選手が多いので、甲府のウイングバックの補強は必要になってくると思われます。あとは石川選手の能力的にも J1 へのチャレンジっていうのも考えられるかなと予想します。そして今回最後の5人目はですね、 J2 からではなく J3 ロアッソ熊本から背番号18番杉山直弘選手です。今年の夏のステップアップ候補にも個人的には挙げていたんですけど、この冬ロアッソ熊本が J2 昇格した場合そのまま残留っていうことも考えられますが、それでも移籍する可能性もあると思います。まあ、候補としては J1 から降格してきたチームもありますし、それ以外にも飛び級で J1 へと移籍してしまう可能性も十分に考えられる選手です。持ち味は圧倒的なキレのあるドリブルで、去年の天皇杯で対戦した時にはほんまに大変な選手でした。 J2 で行くとモンテリオ山形なんかが挙げられて、やはり攻撃の軸となっていた中原選手が J1 へと移籍する可能性もあると思うので、そこの後釜として杉山選手十分な能力やと思います。ということで今回も5名の選手紹介させてもらったんですけど、いかがでしたでしょうか。まだリーグ戦も終わってないですし、 J1 から降格してくるチームもまだ全て決まってるわけじゃないので、あくまで現段階での予想となります。やはり J1 から J2 へと降格してしまうと有望選手の引き抜きっていうのは絶対にあってしまうので、そこの穴埋めが必要となってきます。 YouTube を始めたことで J2 の試合を見る機会も増えて、まあ、やっぱりいい選手いっぱいいてるなと感じます。僕は海外サッカーよりも断然 J リーグの方が好きな人で、まあ、今年さらに好きになってしまいましたね。まあ、やっぱり J1 には注目度としてはかないませんが、僕なりに J2 の良さを今後もしっかり伝えていきたいなと思うので、今後もサッカー小僧の気まぐれチャンネルの方をよろしくお願いします。ということで今回の動画は以上となります。良かったと思っていただいた方、高評価の方よろしくお願いします。そして初めて覗きに来たよって方や、まだチャンネル登録されていない方はチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。以上、サッカー小僧の沼田駅でした。ありがとうございました。